営業自体ができずにいる状態。お客のビジネスモデルの理解がどこまでできるかっていうところが最後差がつくところなんですよ。相手目線に立って考えられてないかもしれない。で、ちょっと発注者目線で一つ質問していいですか。はい、今本業で結構、まあ、時間多分あるお忙しいと思うんですけども、はい、このデザインにかけられる時間って月にどのくらいあるんですか。約70時間が限界かなと今思っております。例えばそうしたら、はい、じゃこのっていうのがデザインになると思うんですけど、はい、これを今日じゃ私が平井さんちょっとお願いしますって言ったら何日ぐらいで上がってくるものですか。それは、いただいてから4日ぐらいでまず初稿の案を出させていただいて、で、すり合わせてっていう形でした。最終的にはなんかどれぐらいかかるんですか。1週間ぐらいでした。1週間、はい。じゃあ1件お願いすると1週間ぐらいかかるのを同時並行で何件ぐらい持ってたりするんですかね。聞いてる人としては、はい、結構まあ、デザインがそこそこできる人ってやっぱりエルステップ業界にもあまたいて、はい、その中で結構、まあ、私の、まあ、独自のこう選定基準として結構スピードが速い人だと大変助かるなみたいな。例えばこの LINE マーケサミットのリッチメニューとかでも1日とかで上がってくるんですね。そこが結構価値だったりするかなって思うこともあって、ちょっとそのお伺いの質問でした。正直スピードには現時点自信はないんですが、はい、2つ3つとかぐらいが限界かもしれません。そうすると多分、はい、構築会社の下請けではなくて、はい、自分でエンドクライアントを見つける方がいいかもしれないですね。だから多分今ここにいる方に営業すると、はい、結果多分そういう感じになっちゃうと思うんですよね。ところと直接契約するっていうのを目指して僕もいいんじゃないでしょうか。エルステップの前もありかなと思っていて、 LINE 公式アカウントは実際どうなんですかね。あ、どうなんですかって質問がいいですね。構築ができるのかっていう。あ、はい、構築できます。その方が良くないんですか、お客さんにとっても。ぶっちゃけただですし、はい、そうですね、はい、それは特にそれで直接お店の方ともしやり取りするならば、まずは LINE 公式アカウントからっていうのを、はい、はい、あと実績がないっていうことだったんですけど、だとしたら、まあ、ご自身がされたように、まあ、依頼されたように実績積みたいんでモニターでいいんで無料でいいんでやらせてくださいと言って、はい、絶対飛んじゃいけないですよ、はい、そんなことしてないんですけど、それでそれこそね、ここにいる方の何件か営業して実績100件でも作ってやったら、はい、その営業への何かしらの恐怖があるんだと思うんですけど、はい、取れるんじゃないかなって思うんですけど、どう感じます。はい、誠さん的にはどうですか、デザイン。なんかちょっと目標が小さいなっていう仕事を思って、なんか20万でいいんだ、まあ多分そこがすごい、なんで20万なんですかみたいな話だと思うんですけど、はい、別にもっと目指したらいいのになっていうところと、はい、なんかそれをするだけのポテンシャルはなんかありそうな感じがしてて、まあ、今これ書いてあるインスタとかツイッターとかされてるっていうことなんですけど、はい、まあ、歌手をやってたっていうことであれば、なんかインスタとかでも情報発信とか、はい、そういうのが向いてそうだなってすごく思いますし、あと、まあ、さっき話にあったその、まあ、20万稼いだその先っていうところで、なんかファンクラブとかのところで、はい、やりたいみたいな話とか、まあ、うちとかも実際にやってて、うん、なんていうかライブとか の、はい、コンサートグッズをもっと効率よくなんか買うための LINE の趣味導入とか、なんかそういうところもすごい市場が大きいというか、困ってるなんか歌手の人とかめっちゃいるんで、もう別にそこの大きなゴールを目指して、はい、なんか発信ガンガンやって構築取っていけるんじゃないかなって、なんかそこの行動のネックになってるのが単純に今仕事が忙しいだけなのか、うん、感じるポテンシャルに対してのちょっとマインドセットがなんかちょっと、はい、なんだろうな、うん、なんでそんなにできないのかなっていうシンプルに思っちゃうかなって感じなんですけど、結構忙しいですか仕事。なんかそれを仕事を例えばもう起きてやめてしまうとかそういうのはできないのかとか。あ、今会社働かれてますよね、はい。そうですね、会社は普通に週5回っていう感じで、そこまでその残業があるとかではないので、はい、うん、結構もしそれ残業もなくて土日もあって、で結構始めたところ例えば半年前とかだったら、はい、結構その隙間時間を使って情報発信とか営業できたんじゃないかなと思うんですけど、はい、それだけ1個も取れてないってことですか。なかなかその自分から売り込む営業っていうのがなかなかできていない、取れていないという、あんまりできて営業自体ができずにいる。そうですね、うん、怖いのか、 なんかやり方がわからないのか。怖いし、怖いやり方もわからない。人前で歌ってたの
そっちの方が怖いですよね。そっちの方が怖いですよね。それはその、やる気の問題ではない。そうそうそう。ってなっちゃうんですよね。うん、単純に。その、単純にだって人前には全然出れる。喋、はい、りはできてる。まあ、ポートフォリオを見る限り、仕事取れるレベルですよね。デザインの方はでも、取ってるんですよ、普通に。もう本当、紹介という感じです、今は。うん、はい、でも営業されてないかも。そのデザインのお客さんから巻き取って、Lステップも一緒にやりませんかみたいな、そういうハードルの低いところからチャレンジするのとかは。そうですね、その Lステップまでにはいかなくて、今現状、LINE 公式アカウントの構築っていうところを。でもそこまでいける、はい、多分、ちょっと難易度高い話なんですけど、はい、昨日ちょうどセールスフォースの人と飲んでて、人気の方と。で、セールスフォースっていう会社って、各会社の営業のトップみたいなのが集まる外資系の会社なんですよ。で、CRM の会社なんですね。で、僕的には、ちょっと昨日のオンラインでもちょっと言ったんですけど、LINE とか Lステップっていうのは、まあ、どちらかというと、CRM のツール、顧客管理のツールであって、これで何かビジネスを仕掛けようというよりかは、受け皿としてあるものの、まあ、いわゆる SaaS みたいな感覚で、僕は捉えていて、そのセールスフォースの人は、テレアポ舞台を最初やるんですよ、社内で。で、その人100人中トップだったんですね。で、いざ次今度フロント営業で、お客さんと会って営業するってなった時、全然結果が出なかったと。で、なんで結果が出なかったかっていうと、その、結局営業、SaaS の営業とかって、その、いかにセールスフォースに詳しいかとか、LINE で言うといかにこの L ステップの機能に詳しいかみたいなところにみんななんかそのスキルセットを磨いたりとか勉強の時間かけたりとかするんですけど、それって大事なのは、まあ、全体の半分以下ぐらいで、っていうのもみんな多少勉強したら1年や勉強したらみんなほぼ100点取れるぐらいになるじゃないですか。でそこから先どこで差がつくかっていうと、顧客のビジネスモデルの理解がどこまでできるかっていうところが最後差がつくところなんですよ。なので多分今お話ししてると、私はLステップに詳しくなりますとかデザインになりますとか全部自分のことばっかり話していて、結局大事なのってそのポートフォリオもそうですけど、お客さんのビジネスモデルを理解して私だったらこう活かせるっていう、そのお客さん目線みたいなのが最後そこで差がもう無限に差がつくところなんで、そっちに目線をやると多分営業として獲得ができるようになるって、ちょっと現時点のレベル感とはもしかしたら難易度が若干違うかもしれないですけど、っていうのは思ってます。ありがとうございます。と言われてるあの実績っていうのは何か実績のことなんですか？実績がないって言われて出てるんですけども、はい、もっとポートフォリオが欲しいってことなんですか？まあ、例えば、マーケーリンクさんの公認デザイナーになるとか、そういうのが実績だと思ってます。仕事を受けただけじゃダメってことなんですか？誰かのその有名な人のなんかデザインをやるのが実績っていう自分の中で認識なんですか？仕事をしたっていうことも実績だと思うんですが、こう何か自分のその自信につながる大きなものを欲しいなと思います。マーケリングの公認になったら自信が出ると思ってるんですか？はい。本当ですか？そういうもんですか？中村君の公認だと自信はない。じゃあ、こちらの方の公認デザイナーではならないんですか？その境目ではその境目って何ですか、自分の。この人のデザインを受けたんだったら実績にならないと思ってるのは、その、何ですか？仕事取れてないのは、でも実績の問題じゃないですよね、今見てて。例えばですけど。まあ、勝手に言いますけども、今この場で堤さんからあなたはこれからマーケリング公認デザイナーとして名乗っていいですよって言われたら自信つきますか？自信になります。営業できますか？はい、頑張ります。先に頑張ってからそのもらわれちゃう。そうですね、考えが先にこう頑張って、はい、こんだけやったから公認してくれませんかっていうのはどうですか？はい、うん、もらったら頑張れるんですよね。はい。逆だったら頑張れないですか？逆でも頑張ります。なんか例えば全然、はい、あのマーケリンクの公認デザイナーになっていただくのは大変嬉しいと思うんですけど、なんかどういう感じでやってくれるのかなみたいな気になりますよね。どういう感じ？はい、どういうなんかギブをしてくれるかって言ったらちょっとあれですけど、どんな感じで関わってくれるのかな。マーケリンクの公認デザイナーになるためにこうやりますみたいな、
って感じで、はい、なんかこう、能動的に多分出ないと、はい、僕も平井さんにあえて発注する理由って特にないんで、はい、私はこれができるんでこういう感じのお仕事くれませんかって言ったら、あ、ちょうどあるんでよかったらどうぞって多分話すきっかけになると思うんですね。ただ今それで聞かれて出ないってことは、あと加藤社長もさっき言ったかもしれないですけど、相手目線に立って考えられてないかもしれないで、そこができるようになるとめちゃくちゃいいデザインなんかなって思いますね。ありがとうございます。それではお時間35分経ちましたのでプレゼンは終了させていただきます。はい、はい、それではプレゼン終了しましたので、ここから虎側の判断になります。Lステップの虎の皆様はサポートしたいかしたくないかということの判断をお願いいたします。判断後にその判断に至った理由を簡単にお知らせください。準備はよろしいですか？はい、虎の皆さんよろしいですかね？はい、ありがとうございます。それでは中村様からお願いいたします。はい、今はちょっとしないかなと思います。2つあって、1つはなんかガッツがあるところとちょっと足りないところがなんか感じられてて、やっぱりうちも取れた案件を生徒に振ったりっていうのでも生徒にしか振ってないっていう形なんですけども、やっぱりすごいなんていうかな、なんかやっぱり頑張る意欲とか前のめりな姿勢とかインプレッションの頻度とか、まあ、そういうちょっとガッツ的なところでやっぱり選ぶ要素っていうのはあるんですけど、まだちょっとそこら辺のできる余地がなんかあるもののやってないっていうところがちょっとまだ感じるので、やってみたら普通にいいんじゃないっていうところと、あと、まあ、ちょっと強いて言うなので、そのファンクラブとかの案件とかが今うちもあるんですけど、まだ量が少ないっていう感じなんで、まあ、1年後とかなんかうちでめちゃめちゃ手が足りなかったりした時に、なんかそういうの入ってもらって、実際に歌手側の視点だったりとか、意見っていうのが必要になった時に、なんかそこで一緒に入ってもらうとかだったら、周りかなと思うんですけど、今っていうタイミングではないかなっていう感じなので、今はっていう感じです。はい、以上です。はい、ありがとうございました。では続いてお二人目の高橋様、よろしくお願いいたします。はい、私も現段階ではなしかなと思ってるんです。思ってますと、なんか この場にいる人がまずサポートしてくれるかなっていうのが正直思っているところになってますと。でそれ以外についてもなんかご自身のそのことって言えばいいですか、本当に自分がどこに価値提供できるのかとか、そこがなんかこう考えたこともないと思うんですけども、今改めて考えてみたら自分ってこうだよね、だからこういう人に本当に役立てるわっていうのがついたら、多分エンジンがかかり始めて、あともうボコボコと行くんじゃないかなと思いますので、まあ、現代鑑定はそんなところですと。ただ他のところではなんか繋がれたら繋がって、いろんなコミュニティもありますから、喋っていけばなんか自信はつくかなと思うので、まず今は頑張ってくださいというところですね。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ここまでサポートしたくない、しないという、判断がお二人ということで、決まっちゃう、決まっちゃいますね。次で、はい、次の拓保様で決まってしまいますが、はい、基本的には、私はエルステップの、ね、創業者ですから、基本的にはサポートするっていうことがもう前提なんですね。ただ、それはここに来られてる方全員なんですよね。で、今の現時点で、じゃあ特別、じゃあ平井さんをサポートするかというと、それはなしかなというふうに思っていますというところで、見てると、ポテンシャルもありますので、20万ぐらいの目標だったら自身で十分いけるかなと、それができるぐらいのガッツがそもそもないと、やっていけないと思いますし、サポートでもないですけど、ここに出てこられてるんでね、多分気になる人は多分このポートフォリオに後から見に来ると思いますからね、見に来ていいなと思った人が発注してくれるんじゃないかなというふうに思いますし、今日この場に来られている方にもね、営業されたらいいんじゃないかなと思いますので、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということでもう結果は出てしまったんですが、お二人にもコメントいただきたいなと思います。では続きまして、川本様もお願いいたします。はい、はい、これサポートするっていうのは要発注するっていう話ですよね。ちょっと例えようと、別に発注はしないかなっていうところで、でなんでかっていうと、さっき堤さんがおっしゃってたように、じゃあ今から発注しますってなった時に副業じゃないですか。副業で本業あるんで遅くなりますみたいな人
にはやっぱなかなか難しいわけですよ。この技術の半分でもいいけど独立して今仕事ないですっていう状態だったら多分発注されるんですよ。やっぱそこ最後はその覚悟的なところというか、本業の片手間でやってたらどれだけ今のデザイン倍でも実績どんだけあってもやっぱちょっとそこは引っかかっちゃうし、大事なプロジェクトは任せられないなってやっぱなっちゃうんで、なんで、まあ、最近だと僕例えばその、結構デカめなイベントを開こうと思ってて、そこのデザイナーをどうしようかなと思った時に結果お願いしたのはなんか自分のバーで出会ったただの女子大生みたいなデザインなんですね。やっぱりあの4月まで授業ないですみたいな、あもうフルコミできんじゃん、それで決まったりするんで、どちらかというとデザインの実績するよりかはまあなんかその覚悟決まってるかとかそういうところかなと思うんで、まあ、そこかなと思いました。はい、以上です。では5人目の堤さんお願いします。はい、平井さんお疲れ様でした。あの好感度上げるわけじゃないけど僕はサポートしたかったなって思っていましたあのすごくスキルもあるかなと思います。であの皆さん、ね、おっしゃったようにこう副業っていうところにちょっと引っかかるんだけれども、でもなんか1件2件発注をしてさせていただいて、それでなんか5件ぐらいやってもらって、あこの平井さんめちゃくちゃいいなってなったらぜひマーケリング公認デザイナーって名乗っていただいても全然いいかなと思ってるので、まあ、今回サポートという形にはならないんですけれども、ぜひあのお仕事をまずお願いしたいなというふうに最初思っております。ありがとうございます。に取られちゃう前にうちで囲ってそれでは今回ですね、残念ながら不合格サポートなしということになりましたが、あの平井さんぜひ感想を一言お願いいたします。ありがとうございます。こうやってあのすごい緊張して今日やってきたんですけども、あのなんか自分のことがよくわからなかったのがなんかあの5名の方がすごい、あなるほどってなんか自分の説明をしてくださったので、改めてこう自分のことを知って、でやっぱりあの仕事しててもどうしてもこっち目線で考えてしまうっていうのをすごく感じることが多く、まあ、それはカボスさんにもご指摘いただいたので、ちょっと考え方を改めてまたステップアップしていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします。あとあの家族志願者の方がいる中で私をあの選んでいただいてありがとうございます。皆さんもありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは虎の5名の皆様と、あとガッツでチャレンジされた平井さんにもう一度大きな拍手をお願いします。はい、ではこれでLステップの虎は終了となります。